はい、どうもトーティーです。今回は「ガロー伝説2スーパーファミコンプレイステ4版テリー・ボガード」を比較。スーパーファミコン版の移植度はグラフィック、サウンド、ボイス、モーションの違いはあるのか、見て聞いて比べてください。それでは本編スタートです。まずはキャラ選択画面からです。さあ見てください。いきましょう。それではスタートしますよ。スタート。ステージ BGM からご覧ください。まずはスーパーファミコン版の音からです。はい、プレステ4版です。アップでの比較でございます。タイムアップ。はい、それではね、必殺技いきましょう。必殺技比較していきます。まずの必殺技はバンナクル。はい、バンナクルの次はライジングタックル。はい、スロー、モーション削られてますね。スーパーファミコン版台の方でしっくり見てください。はい、続いての必殺技はこちら、クラクシュ。パワーウェーブ。はい、そして最後パワーギーザは、ガロー伝説2スーパーファミコンプレイステ4版のテリー・ボガード、グラフィック、サウンド、ボイス、モーションの違いはどうでしたか？コメントよろしくお願いします。今回の動画はね、これでおしまいです。それではね、また別の動画でお会いしましょう。それではバイチャ。